6月24日、多久市まちづくり交流センターアイパレットで鉄道イベント in 多久が開催されました。このイベントは JR 九州唐津鉄道事業部が発足25周年の感謝企画として管轄である福岡市西区、糸島市、伊万里市、唐津市、小城市、多久市の6つの市で行っているもので、多久市が1番目。この日は市内外から約1200人が訪れました。イベントでは JR 九州で一番新しい列車、カバセミ・ヤマセミのミニ列車乗車体験や運転シュミレーター体験、鉄道模型の展示、高所作業車体験などが行われ、会場ではたくさんの子どもたちの笑顔であふれていました。JR 九州唐津鉄道事業部の担当者は、カワセミ・ヤマセミのミニ列車乗車体験は今回のイベント限定、子どもたちには本物の列車にも乗ってほしいと話しました。はい、チーズ。もう一枚行きます。なんかあっち見よる。そう、見そうとこっち行きます。こっち行きます。鉄道イベント in 多久にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日司会をいたします細見と申します。よろしくお願いします。今回はですね、たくさんの子どもたちに来ていただいて、またですね、親御さんにも喜んでいただける列車体験ですね、高所作業車などにたくさん体験していただいて、皆さんのですね、タクシーの笑顔が私たちのですね、笑顔につながりますので、本当に今日はありがとうございます。はい、次回はですね、今回でこのイベント、タク、鉄道イベントタク、インタクはですね、2回目になります。またですね、3回目も皆さんの地域の方々が呼んでいただき、また私たちも地域を元気にしたいという気持ちもありますので、いつか必ずもう一度3回目をやりたいと思ってますので、その時は皆さんぜひ来てください。ありがとうございます。